小出国際雪合戦魚沼国際雪合戦は、新潟県魚沼市で行われている雪合戦をメインとした冬のイベントである。1989年に第1回大会が開催され2008年までに20年連続開催されている。当初の名称は小出国際雪合戦であったが、2019年の第31回大会から現在の名称となった。 1>, 1チームは5人で構成され山笠と漢字記をに、つけたリーダーが1名出場する。選手には1人1人にポイントが与えられており、男子は3ポイント、女子は5ポイントで、雪玉が当てられるたびに1ポイントを失う。試合時間は3分で時間内に、相手リーダーを失格させたチームの勝利となる。試合時間終了時点で、いずれのリーダーも失格になっていない場合は、失格となっていない。 メンバーの人数などで勝敗を争う大人の部、子供の部での優勝争いの他に、コスチュームパフォーマンス賞、特別賞も選考されて参加チームに送られている。第22回大会では、パンフレットや、ウェルカムボードに、同志出身のアシアーバヨを起用。2020年2月の第32回大会では、記録的な小説のためソフトテニスのボールを使用しての、 実施が検討されたが、直前の公設により通常通りの開催になったというエピソードがある。ありがとうございます。